目が痛い。花束ありがとうございます。目が痛いよ。ハートありがとうございます。ちょっとね、ライブ予定入れるの遅くなっちゃって、皆さん集まるか心配だったんですけど、ありがとうございます。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。今日も15分ぐらいです。今日は特にちょっと急ぎ目で行きたいと思います。さっき配信までの相手に時間あったから手紙書いたんで今日投稿します。ありがとうございます。楽しみ楽しみ待ってます。ハートありがとうございます。おはようございます。ついに明日青春ガールズ公演、明日になっちゃった。あっという間、めっちゃ早い、めっちゃ早い。あ、でも遅いかな。あのね、あ、パチパチありがとうございます。あ、ファイトもハートもありがとうございます。このね、公演までの1週間が私的にはめちゃめちゃ長いんですよ。めちゃめちゃ長いというか、なんだろうな、長い、うん、いい意味で長くて、でももう明日なんだっていう気持ちにもなってる。なんだろうな、この6人メンバー、今回の6人メンバーの公演もね、毎回ね多分その何変わっていくと思うから、ね、この6人でしか見せれないねものをね皆さんにお届けしたいなと思うし、前回もそうだけどね、同じ人たちでまたできるかって言われたらまだ分かんないので、この6人でね今回は6人での思い出も作りつつ、まつりでありがとうございます。頑張りたいと思います。まだあんまり実感ないけど、でもなんか前やった劇場公演から1ヶ月経ってないから結構最近のことに感じますね。昨日お腹全然空いてなくてスイカしか食べてないっていうメールを送ったんですけど、そう送って、本当に昨日はお腹が空かなくて、まあ、前日のね夜いっぱい食べちゃったのでそれが胃に残ってたんですけど、スイカだけで過ごしたらもうめちゃめちゃお腹空いちゃって、そう、あ、ちゃんと食べなきゃと思って、まあ今日食べてないんですけど、ちょっとこの後食べたいと思います。そう、いや本当にねお腹空いてなくてねダメですね。
本当にそこから夜まで何も食べてない。ジュースも飲んでない。暑いってのも確かにある。暑くてっていうのもありますね。今食べたいもの、今はなんだろう、お寿司かな。お寿司食べたいな。あ、今日ミニ市更新日なので皆さん見てください。あ、大丈夫です。あの今日からちゃんと食べます。安心してください。お寿司食べたいな。何時ぐらいに上がるんだろう、わかんないけど、ちょっと気長に待っててください。大体夜なのかな、多分。回転寿司何皿いきますか。三つもお味噌汁とね、茶碗蒸しをね、なんか頼むことが多いんですけど、でもこの前、だいぶ前だけど、何も再度頼まず食べた時はどれくらい食べた、7皿ぐらい食べたっけ、忘れちゃった。ありがとうございます。私デザートも食べるし、そうデザートも食べたいので、そんなお寿司をねパンパンまで食べるとデザートが入らないので、今ならでもいっぱい食べれる自信あります。でも焼肉にも行きたいんですよね。肉行きたいな。かわいい、ありがとうございます。アイスありがとうございます。別腹持ってるけど別腹持ってるんだけど、8分目でデザートを食べたい。みーちゃんお肉大好き、お肉好きなんですよ。なんか昨日お肉食べてる人見ちゃってから、うわーお肉食べたいってなってる。なんか高一の時はよく焼肉食べ放題に高校の友達と行ってた。よく行ってましたね。ハートありがとうございます。でもうとりあえず私はお肉いっぱい食べたかったから、なんかご飯を頼まずお肉をとりあえず食べてた時もありました。でも今はご飯がないと嫌だってなってる。その時はねご飯よりもお肉だったんだよ。
なりたい友達と、友達何人か、2人以上だったな。2人以上の時は食べ放題行ってた。あれ？テロップ打ったつもりだったのに打ててない。 OK。 おはみー、一人焼肉行ったことないんですよ。なんか私結構一人で行動、一人も好きなんですけど、そう性格的に一人も好きなんですけど、一人でご飯もね、家で一人でご飯は全然いいんですけど、外では食べたことないですね。あ、初見さん、ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。なんかね、個室みたい、個室じゃない、なんか一人セットみたいな、なんか一人用のところがいいな。一人回転寿司も行ってみたいし、一人焼肉も行ってみたいし、ラーメンは友達とで行くか。まあ一蘭はあれですね、ハードル低めですね。あれはいけそう。あとなんだろうな、一人、その二つは行きたいな。手紙書いてるので受け取ってくださいね。あ、受け取ります。ありがとうございます。一人かき氷、一人かき氷きついかもきついかもしれない、大きさによるけど。あ、一人映画もしてみたいけどしたことないです。一人映画、一人ポップコーンしたいですね。牛丼も家で食べたことしかない。あ、主見さんありがとうございます。映画は絶対一人がいいって。まあ映画はいけそうですね、暗いし。あーでも話、確かに終わった後に結構喋りたい派かも。あのどうだったとか、どこ良かったとか、なんか話したい。今見たい映画、今はね、何をやってるかもちょっと分かんない。昔映画泥棒ダメだったんですよ私。でもね、全然良くなった。なんでダメだったんだろう昔っていうぐらい、なんかすっごい嫌いだったんですよね映画泥棒。だから映画泥棒流れてるのも耳と目を塞いでしのいでたけど、今じゃなんかただのねただのなんかキャラクターじゃんと思って。なんで怖かったんですかね。あ、
130待って消えちゃった。1日ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手もありがとうございます。パチパチありがとうございます。よし、では今日もそろそろ終わりたいと思います。ちょっと今日はね、特にあれなので急ぎ目でいきたいと思います。あ、明日は、でも明日はね、公演前というか朝配信できると思うので、朝配信したいと思うので、お疲れありがとうございます。あと1回公演前に配信しますね。ではランキングも孤独したいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。すいません、高速ランキング読みだった。はい、では今日も皆さん一日頑張りましょう。私も頑張ってきます。今日もたくさん踊ります。じゃあ皆さん、また明日ね、もう一回多分もう一回朝やるので、また会いましょう。じゃあね、短かったけどありがとうございました。またね、バイバーイ。